よお前ら、ついに俺も鬼化したぜ。鬼化した俺のことがかっこいいと思った人は玄弥かっこいいってコメントしてくれよな。ついに玄弥も鬼化したか。素晴らしい闘気だ。これで俺たちの同期も全員鬼化したというわけか。同期が全員鬼化したことだし、同期パーティーでもしようぜ。同期パーティーいいじゃねえか。テンション上がってきたぜ。いや浮かれんのやめろついに同期が全員鬼化ってどういうことですか。もうさすがにこれで鬼化シリーズも終わりにしてくださいね。バカ野郎が同期が全員鬼化したら次はサブキャラじゃい。どんなに影の薄いモブキャラだろうが全員鬼化したら。いやまだ続けんのかよ。無惨様、俺の弟の玄弥を鬼化していただきありがとうございます。またこうして兄ちゃんと共に鬼化できて俺も嬉しいぜ。無惨様本当にありがとうございます。うんうん、二人ともそう言ってくれてよかったよ。これからも兄弟仲良く頑張ってね。ちょっとムザピッピー、シナズが兄弟ばっか鬼化してずるくない。うちら次国ブラザーズも鬼化してよね。さすが道勝お兄ちゃんだ。無惨様に意見をするなんて、なんて頼れるお兄ちゃんなんだ。いやネタキャラ兄弟現れた。お前ら兄弟はさすがにキャラ崩壊しすぎだろ。なんだよ月国ブラザーズって。いつの間にかより一さんもネタキャラ定着してんじゃねえ。バカ野郎、お前月国ブラザーズさんに失礼なこと言ってんじゃねえ。月国ブラザーズさんは次の M1 グランプリの優勝候補なんだぞ。お笑い第7世代なめんな。いやお笑い芸人だったの。まあムサピッピー、そんなの別に気にしなくてもいいのに。ってわけで改めてうちらがお笑い第7世代のスーパールーキー次国ブラザーズです。兄のミッチーと弟のヨリリンの兄弟コンビだ。みんな応援よろしくな。いやめっちゃつまんなそうだ。